おはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX 相場解説なんですけども、1週間を振り返りつつ方針変更してまた新しい1週間に向かわなければなりません。まあ、1週間ごとにね、大きな仕切り直しをする必要もあるんですよね。で、1週間が先週と同じでしたら1ヶ月に1回また仕切り直しをするということで、まあ行ったり来たりなんですよね。前回私はね、どちらかというと107円とか108円、こちらの方にセルの方に行くんではないかなっていうふうにお話して、1週間様子を見てきたわけなんですけども、どうもここに来てですね、週足が下髭を大きく出してちょっと上昇傾向にありますんで、その辺を合わせてお話していくと、必ずしもセルで取れるわけではないぞと、今週は倍の方にこそ勝機が見えるんではないかなってこともありますので、ちょっとね行ったり来たり混乱しちゃうんですけども、その辺についてお話していこうかと思います。じゃあこちらですね。はい。まあ相場っていうのはね、変更と修正の連続ですから、あれおかしいなと思ったら考えをすぐ変えなければなりません。諸子貫徹が正しいわけでも何でもないですからね。状況に合わせてずっと考えていたことを変えていけるかどうかっていうのが一つのね、こういった FX の業界、投資の世界で勝ち残っていく、そういうふうなスキルになるわけですよね。例えばね、今回はね、この辺見てください。下髭が並んでるでしょ。長い下髭が。これはね、売りをかなりかけても、その瞬間、買いの方に同じぐらいの力が働いてるよってことなんですよ。ですんで、これ、セルの方への動きが止まってきたよってことなんですよね。いささか短いですけども、たったこれだけで止まっちゃうのは短いんですけども、まあ、止まったと言わざるを得ないでしょ、これは。まあ、そういった形で、一日足を見ています。で、一日足を見ていくと、こういうふうにぐーっと上がっていきましたよね、まずは。で、ここを一つのポイントにして、今度は下がっていきました。だからしばらく、セルの流れが続くのかなと思っていました。このあたりまでね。でもどうやら、この3週間、1週間、2週間、3週間で見えることは、迷いなく上の方に行っているということですよね。で、そしてセルがこういうふうに挟まってきてて、その前はやっぱり上の方にバイミーがの盛りるところがあったわけなんですよ。で、こうですよね。で、まあやっぱりこう3本陽線が並んでいくという形で、こういうふうにね、上の方に大きな勢いがあって、そして下の方に落とされていく。ギザギザは確かにギザギザなんですよ。こういうふうにね。だからそのギザギザを維持したまんま、全体的にはセルの方向に向かっていくのかなぐらい思ったんですけども、どうも今回の消しましょうか。バイの3本は下髭を出してね、かなり強いんですよね。これね。だからこっから、売りに転換するってのはなかなかね、見えづらいんですよね。で、まあ、4時間を見てみましょう。で、4時間はどうかというと、大きな陽線を並べてますよね、ここにね、ズバーッと大きく。まあ、ですんで、これがですね、これをも突き破るのかってことを見ていかなくてはなりません。今こっち向かってるわけですから。で、ここも強い力だったんですけども、ここはね、抜けたような感じですよね、もうね。まあですんで、今週の戦略なんですけども、ちょっと早いかもしれませんけどね。110円の070を下回ればセル、110円の570を上回ればバイという風に見えていくといいんじゃないかなと思います。で、最後に1時間です。1時間はね、ずっと上昇する強い陽線があって、ちょっと横ばいみたいな感じで陰線を細かく出して、やっぱ陽線が強いですね。陽線はほら、でかいのばっかりでしょ。大陽線ばっかりですけども、陰線の大きいのはあまり目立たないんですよ。どちらかというと陰線は、数は出てるんだけども、でもちょっと小粒というかね、コマというかね、そんな感じですよね。ちょっとちっちゃいかなと思います。じゃあ今後なんですけども、じゃあ今週間どうするんやって感じですけども、4時間の動きに注目していってください。で、先ほど申し上げたように、どこで行ったらセルなのか、どこに行ったらバイなのかっていうポイントは今、私は決めましたんで、それにね、ご納得いただける方はそのように動いていただければいいと思いますし、その他のフォーメーションが見えるようでしたら、その他のフォーメーションで戦略を立ててみるといいんじゃないかなと思います。私はね、セルにするのかバイにするのかすぐはないですね。
先ほどのエントリーポイント2つ、セルの時とバイの時と設定したんで、もうそれだけです。あとは値動きを見て、先ほどのエントリーポイントに達したらセルであろうともバイであろうとも、まあ、売り込みをかけていくってことになります。それでは今週も頑張っていきましょう。